長崎真由子は、日本の実業家、女優、タレント、フリーアナウンサー。株式会社チアリング代表取締役 CEO。身長158センチメートル。B83W56H82。福岡県小賀市出身。小賀市立小賀北中学校から、福岡県立霞宮高等学校を経て、北九州市立大学卒業。 大学時代は、ウェザーニューズの公募に通り、第7期九州地区お天気キャスターを短期間だが、勤めていた。テレビ朝日アスクで学んでいたことで、大学卒業後、同社の派遣アナウンサーという形で、九州朝日放送に入社。入社から、半年経った時、柴田恵里が福岡ソフトバンクホークスの松田、信弘と結婚、退社したことを受け、その後任として、朝です。 KBC のスポーツコーナー担当に抜擢された。以後は主に情報系の担当が中心だが、番宣ではバラエティ系の扱いを受けることもあった。2011年3月31日をもって KBC を退社し、テレビ朝日アスクとのマネジメント契約も終了した。フリーランスに転校後は、インスパイアホールディングス、スタッフアップ、ホリプロとマネージメントを移動している。 2014年8月から始めた私物フリーマーケットから発展し2015年11月に地方創生をテーマとした地方出身のフリーアナウンサーの企画キャスティングを行う団体女子アナ47の運営母体となる株式会社チアリングを起業し同社の代表取締役 CEO に就任している2016年2月2015年11月23日に 一般男性と結婚したことを公表した。同年4月に妊娠を公表し、第一子男児を出産をしたことを8月1日付の自身のブログで公表。人気女子アナ、長崎真由子のプライベート盗撮動画がネットに流出ザテレビジョン。2021年2月23日閲覧。オーコンスタイル2016年2月7日、配信記事よりフリーアナウンサー。 長崎まゆこ、第一師団児を出産。オーコンスタイル。http:/www.oricon.co.jp:/news:/2076068/ フル /2016 年8月1日閲覧。ありがとうございます。